どうもこんにちは、シンドリーメンバーの塚木穂です。宮下ゆかです。高橋ゆかです。星翔です。はい、本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本日はよろしくお願いいたします。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。みんなお疲れ様。面接も自分に出しちゃいけないんですよ。年内で辞めるかもしれない。うん、なんでちなみに。みんなお疲れ様。乾杯。乾杯。私就活終わってないけど。ああ。美味しい美味しい美味しい。やったやった。まずキーから聞くんですけど、みんな倍率そんなに高いのに、なんで泣いてくれたんですか。ああ確かにメーカー系どこもさ、やっぱ難しいじゃん。うん。で分かんないんだよね。正直自分が本当に行きたいと思った企業だったから、うんうんうん、なんかもう勝手になんかモチベが湧いてくるの。自分で社員もしたいってなって、うん、ホームページ読みたいってなったり、うん、なんか記事探したり、私全然 IR とか見てなかったけど、うん、なんか本当第一志望のところだけめっちゃ調べたいってなんかそういう気持ちになってめっちゃ詳しくなるの、その会社に、うんうんうん、面接でもだから愛が溢れちゃうというか、うんうんうん、学歴もあると思いますか。あんま言いたくはないけどあるかなって感じちゃったかな。内定者懇親会とかで、うん、いや総計の人がめっちゃ多かった。うーん、受かると思ってた。思ってた。さすがだね。なんで面接官と話し合ったし、うん、もう行きたすぎてその企業に行くことしか考えられなかった。すごいね。で、星くん3月開始で高学歴でもない中でなんで泣いてるの。それぞれ草だね。え、どれぐらい落ちたの。いや、わかんない。就活やり方分かってからはちょっと取りになりましたね。面接も自分に出しちゃいけないんですよ、あれ。自分のいいすごいところとか自慢してたんですけど、最初ね、うん、そういう場だと思ってたから、うん、もうこんぐらいすごいですよって言ってて、うん、僕が取ったらこういうメリットがありますって話ばっかしたんだけど、うん、それ落とされまくって、うん、途中から自分が行きたい、なんで行きたいかみたいな、うん、可愛い感じでなんかやっぱ言うっていうのが新卒にスキルとか経験を求めてると思ってたけど、全然そういうのじゃなくて、うん、一緒に働きたいかとか、うん、求めてるので、普段の自分をどれだけ出せるかみたいなのちょっと大事かなって思いました。ありのままを。もうよかリクルーターの方大事だなって思う。リクルーターの方で絶対みんな志望が変わるなって思いました。だから私リクルーターになりたいですよ。まあ私の就活状況は、一応任用卒だから、うんうんうん、たまって何社して何社だ。どうした。電車も出してない。でも11月12月インターン一時休戦するから、うん、その時に就活やります。うん、今後どうなりたいか、旬代理に就職はぶっちゃけどうっていう話なんですけど、まあ、なんで旬代理就職かっていうと、過去インターンしてる先輩、インターンしてて内定もらってたけど蹴って代理に入ったんだよね。うん、今年のメンバーはどうなのか、うん、どうですか星くん。何があっても多分入んないっすね。なんで大手に最初行っとこうと思ってて、うん、まあ、理由が周りの尊敬する人と、まあ、周りに言うこと聞こうって決めてる人何人かいるんですけど、うん、全員とりあえず最初大手がいいって言ってるんですよね。うん、僕個人の理由としては、まあ、最初夢と言っとくと意外とその企業のおかげで自分のブランドみたいな、個人で仕事するときとかもちょっとやりやすかったりするし、自分が今後転職して個人でやったりとか、まあ、大手に転職するとしても、うん、結局仕事相手って基本的に大きい企業なんですよね。うん、まあ、そこと仕事するとなると大手の働き方とか知っといた方が、うん、あと後々仕事しやすいっていうのがあって、うん、大手に最初行っとこうっていうのはマジで決まってるんで、決めたんだ、はい。え、キーちゃんは。私は就職しない。代理には年内で辞めるかもしれない。うん、なんでちなみに代理の人さ、フルコミットって感じじゃん。朝会ちょっと休むだけでも罪悪感があったりして、うん、卒論とか卒業旅行とかサークルの合宿とか行ってると負い目感じちゃうんだよね。うん、で大学最後の3ヶ月ぐらい、うん、なんかザ大学生みたいな生活したいなって思って、うん、プライベートの充実度を考えた時にその負い目を感じて生活したくないからっていう理由かな。うん、納得っすね。まあね。ぶっちゃけの話、俺1月ぐらいで辞めるかもしれない。なんで？
理由があって、何でも友達と大学のことを決めてて、あそうだよね、10ヶ月ぐらいいなくなっちゃうんですよ、うんうんうん、辞めるってよりかは行けないっていうのが話してる。分かる分かる。ゆかちゃんはダイアリーが嫌だっていうより他に行きたいってところ。あ、わかる、それめっちゃわかる、うん、でもめっちゃ説得されたな。まあ、まずは自分が好きなものに結構こだわりがあるから、うん、ゆかちゃん意外とこだわりが強いから、そう、自分が決めた方を選びたいです、うん、じゃあみんな卒業しちゃうかも。やばいね。おせずはどうするんですか、ちなみに就職活動はするの一応。もう就職活動するよ。でもダイアリー就職なしでもない今。なしじゃないんだ、うん、はい、お次のテーマは、うん、理想の将来像は。え、だけど32歳だったら私は1回海外駐在が研修行って、うん、結婚して子供を出たい、せめて1人。入社して何年で子供を結婚する？だけど私28までには結婚したいってずっと言ってるから。うん、ゆかは？ね、27ぐらいに結婚して、うん、1年目は2人で、うん、いろんなところを遊びに行って楽しく過ごして、うんうんうん、子供を産んで、うん、2人か3人欲しい。お次のテーマは将来への不安。不安もないよ。私も全然ない。私も不安ないわ。ポジティブ。みんなポジティブ。みんなポジティブ。将来楽しみ、うん、私も楽しみ、めっちゃ楽しみ。僕の目標は、うん、ツイッターでトレンドに乗ることなんですよ、まず。へえ。でも目標でいっぱいあってやりたいこと200ぐらいあって、うんうんうん、まあ、20個30個しか終わってないんだけど。はいはいはい。え、ゆかちゃんのプライベートの話したい。ドゥドゥン。逆だわ、周り見てる人が好き。実際就活で全然フルに働いたって感じしないし、むしろ有利だった気がする。良くも悪くもだけど、